代表作の一つである御用税印像、かの隆信のぶげ4年8月30日は、安土桃山時代の狩野派の絵師。通称うごん。かの英徳の次男で、かの光信のの弟。息子は、かの丹んゆう、加直信、なお康信。かの確証ある遺品は少ないが、時代の転換期にあって狩野派を支えた功労者と言える。京都出身。は最 織田信長の家臣、笹成なの娘を妻に迎えたと伝える。天正18年20歳の時、当英徳が亡くなると、兄孔信を補佐したが、孔信が、慶長13年に亡くなると、その維持、かのさ信を当主に据えつつ事実上仮の葉の中心となって活躍した。高信は仮の葉の支持層である武士階級のみならず、朝廷の講演を得て、利隆史となり、 右近証言に女子絵どころあずに認じられた。慶長18年の大理造営では、総帥として活躍し、この時描いた現存最古の健常障子等は現在任那寺に伝わっており、高信の基準作とされる。この時期は、政権が豊臣家から徳川家に移ろうとする過渡期に当たっていた。高信あるいはその周辺の人物は、 仮の葉の本拠地で朝廷のある京都は高信自身が、当たり、大阪の豊臣市には、豊臣と縁故の深い門人の蚊の三楽や、仮の内禅を配置、さらに、宗家の帝臣と自身の長男丹友を江戸幕府へ売り込むという三方面作戦を取り、権力がどこに移っても仮の葉が生き残るよう万全を、期した。現在四年十八歳で没す。墓は、 京都明覚寺と池上本文寺、法名は、縁大院、高信美容。画風は父栄徳譲りの力強い筆法に加え、兄更信の枯れさ、恩和さを折衷し、後の単優様式の基礎的な選出を準備した画家であったと言える。人物の綿棒描写や、絵紋線、岩の手話法などが彫りが深いのが特徴である。ありがとうございます。